やっほー、サオリです。乾杯。はい、ビルダーズ2やっていきます。はい、キノコハウスの続きです。はい、前回はね、このようにキノコ食堂を作って、で隣にキノコだらけの部屋を作ったんですけど、はい、ほんまに中身だけ作った状態なんですよね。なので、はい、外から見てですね、キノコの形に、はい、していきたいと思うんですね。あ、そうそうそう、あのね、リズちゃんを、今ここにいるね、女の子ね、リズちゃんを、はい、開拓島に呼びました。リズちゃんね、めちゃくちゃ料理してくれるんで、はい、呼んでみたんですよ。ほらほら、料理してる、リズちゃんが。よいしょ。めっちゃ働くんですよ、リズちゃん。このようにね、料理をして、今ね、キノコ拾って料理して、で、その後、ちゃんとお皿のところまで持ってってくれるんですよ。このように。働き者のリズちゃんでございます。ペロちゃんは料理しないのかな？もうリズちゃんにキッチン占領されてる感ありますけど。そうそう、前回ね、キノコ料理を作ってもらえない問題あったじゃないですか。このね、なんかね、レンガキッチン、これをここに置いてたんですけど、これを撤去したらね、作ってくれるようになったんですよね。あ、今ペロちゃんも作って、はい、配膳してくれてますね。ここに材料を入れとかなくてもですね、この辺に生えてるキノコをこう取り出して料理をしてくれるようになったんですよ。なんか何が原因なのかはね、いまいちよく分かってないんですけど、時間が解決しただけなのかもしれないんですけど、とりあえずレンガキッチンを撤去して、このフライパン調理台2つにしてやることによって、はい、キノコ食堂としての役割が復活しました。さてさて、はい、肝心のキノコの形ですが、ここで1回、今ね、3段高く積み上げてるんですよ。高さ3段にしてるんですけど、ここで一旦、はい、中にくぼませるかなと思ってるんですよね。ちょっと形作りながら調整していきたいんですけど、まあまあまあ、やってみましょうか。ちょっと1段内に置いていきます。1マス内側に単純にずらすだけでうまくいくのかどうかはちょっとわからないんですけど、とりあえず置いていってみよう。今思ったんですけど、一気に2段ずつ置いていった方が手っ取り早いような気がしてきたので、はい、今更ながらちょっと全部2段にしていきましょうかね。はい、このように2段ずつ内に内に入れていっております。よいしょよいしょよいしょ、ほいほい、こうかな。うん、こうですね。ほいほい、こうして、これで OK か。うん、円の形になっているような気がするよ。中に1個縮めて円を描きました。まあまあまあ、こんな感じかな。2段にしとく？もう1段積み上げ、バランスがね、バランスがね。とりあえずこっちも縮めてみようか。うん、そうしよう。こっちもやってみよう。はい、ほんまにね、1マスうちに同じように丸にしていくだけなんで、まあ簡単ですよね、今のところはね。よいしょ。ほいほい、いい感じに縮められているような気がするよ。はい、ちょっと戻ります。あれ、ここおかしいか。いや、これで合ってるよね。うん、合ってる合ってる。よいしょよいしょ。ほいで、こっからこうで、こう、こう、この境目のとこどうしよう問題があるけど、とりあえず縮めておくとなると、こう、あ、ちゃう、こう、んで、こう、こうかな。はい、これで、あ、そうですよね。これで円2つになってますよね。右と左。はい、1段縮めてっただけ。そしたら、うん、ちっちゃい、よりちっちゃい丸に、はい、なりました。これでいいよね。きっといいよね。この間どうしようか。下に埋めるか。これでいいか。うん、これでいいね。よしよしよし。OK。さあ、高さ的には、
こっから傘をつけていく感じでもおかしくないかな、キノコのね傘をね。低めのキノコの方が可愛いような気がするんですよね。そうね、それでいくか。はい、じゃあ元気に傘をつけていきましょうか。キノコの傘どうやってつけようかな。そうね、こっから広げていくよね多分ね。キノコってことは砂をかまして、ほいでこっちに広げていく感じにする。こうそう、こういうことですよ。一段次は広げていくんですよね。はい、ちょっとどうなるかわかんないですけど、いつものごとくどうなるかわからんけど、こうやって広げておいていってみようかな今度はね。そう、下と全く同じように置けばいいのかな。じゃあそうやって置いていってみましょう。今んとこ全然単純なことしかしてないけどうまいことキノコの形に見えるかな。まあ置き切ってみないとこればっかりはなんともね。ほんで住民の観察を上からするの楽しいなリズちゃんずっと料理してくれてる。リズちゃんがさ一番料理するんじゃないかな。ソフィーお姉さんも割と料理するけど、でもやっぱりリズちゃんの方がよく料理してるようなイメージなんですよね。こうかな、こうですね。あ、落ちた。キメラ呼ぶかこれキメラうるさいからな、ただパッサパッサな。最近あんまりキメラ好きじゃないんですよパッサパッサうるさいので。はい、よっしゃ、二段ずつ置けましたが、ね、丸になりましたね、赤い。さあ、今のところ全然キノコ感はないですね。これで、さらにこう丸くこうさ広げていきたいから、外に広げるか。そうね、次は傘をちょっと外に広げましょう、この次はね。あー、こっからはやっぱりさすがにキメラ読んだ方が楽そうやな。キメラ呼ぼう、そうしようちょっと足場作んのめんどくさいな。はい、キメラをタオリパラダイスに呼びまして、はい、来ていただきまして、はいはい、よろしくお願いします。キメラさん、あんまりバサバサしないでねよいしょ、はい、乗ります。よいしょ、はい、よし。それでは次は逆に外に1マス広げていきます。それでいいのかなきっとそれでいいと思うんですよね。形、綺麗な形になると思うんですけどキメラが後ろで見守ってくれてるわ。置いていきましょう。ここどうしようか、どうしたらいい。ここは広げるってことは、あれ、どうやって置く。こうか、こうかな、こうで合ってるかな角んとこわからんくなるね。多分こうで合ってるよね。はい、多分これでいい、これでいいはず丸っこい形にしたいんですよ。2個置いちゃってよかったかな、そういえば2個置いてくどくないのか、バランスはどうなのかちょっと分かりませんけど、とりあえず置いてってみましょうもうなんかご飯が早い者勝ちみたいになってるね最近。ほらお腹空いてる子もいるんですよ。リズちゃんがテーブルに置いといてくれたものを食べれた子はご飯にありつけるみたいな感じになっているな、どうやら。はい、置けたよ。これどうですかね、これ。なんか変やな、なんか変やぞこれ形が。なんかこのままじゃダメな気がする。何、どこを直したらいい。そっか、ここさ傘が始まるところ1個開けて、もうそっからここがおかしいよね多分。ここバラン
スがね、バランスが変。変です。これは変ですよ。まあね、このままさ、あどうかな、縮めてったらおかしくならないかもしれないけど、メリハリがないね。2段ずつ安直に重ねてるからメリハリが全然ない。それじゃあですよ、ふむ、ちょっと改造しましょう。この傘のとこ今2段積んでるけど、1段にして、はい、今積んだ2段を1段に直していきます。とりあえずそれでバランスもう一回見ましょう。ほんで広げていけばおかしくないんじゃないかなと思うんですけどね。はい、上の段壊していく無駄が多いな私の建設マジで。はい、今置いた上の段を壊します。よし、まあ壊すのはあっという間でした。そしてこっからさ、さらに1個広げていけばいいんじゃないかな。あーちょっと待ってよ、よいしょ、こっから広げて丸になる。やっぱり下の2段が積みすぎ、ここの分、ここの部分が2段で積みすぎなのかも。そんな気がするな、やっぱり壊すか無駄でしたね。じゃあここを壊していこう。はい、ここを壊してここを外にすればいいバランスになるんじゃないかな。はい、傘1段目広げるのは、はい、1ブロックの高さで良かったのかもしれない、もしかしたらうん、1ブロックずつ積んでバランス見ながら積み上げた方がいいかもしれないね。2段ずつ置くんじゃなくて。あー落ちた、落ちたよ、あ近かった、キメラよ、キメラよ来てくれないか。え、これどうやって行けばいい？こうか、ちゃう、こう、よし、はい、戻れた、ほい、よいしょ、はい、こう、よっしゃ。ほいでね、この上のやつにつなげればちょうどいい感じの傘になるんじゃないかなって思うんですけど、はい、置いてってみようか。よいしょ、この高さね、置いていくね。多分こうだと思うんですよね、私は、私はこうだと思っているう、建設とは地味な作業の連続であるほんまにマジで。よいしょ、はい、夜の作業もね苦じゃないですよ。あー起きすぎた、はい、もうちょいもうちょい、修正がもうちょいで終わる。このね、修正が終わればね、あとは傘を狭めていくっていう楽しい作業だと思うので。よっしゃ、これでどうだろうね、外から見てみて、変やったらへこむけど。あ、ほらほら、なんかさっきよりなんかキノコになりそうじゃない？うん、さっきよりキノコになりそうな気がする、さっきより多分2段置いてよかったのかどうかっていうのもあるよね、ここで。とりあえずブロックを回収して、よし、まあいいや、またちょっと寝ましょうか。はい、はい、おはようございますよし、いや作り出してみな、わからんとこあるよね、修正を重ねてさ、いい形に仕上げていくのはまた醍醐味の一つというかさって思わないとやっていけないので。はい、じゃあまたね広げていきましょう。ここを広げていくと割とキノコ感出るんじゃない？ほい、同じように置いてく感じでいいかな。ほいね、輪を1マス外へ外へ広げていくと。はい、ちょっと怖いので今回は1段にしましょうよいよいよい、これさ境目のとこどうなんねやろうねマジ考えてなかったけど境目どうなんねやろう、
ちっちゃいキノコの傘はどのように置けばいいのだ。やばい、後のこと考えんとこ。そっか、もうちょっとさ、ちっちゃい方のキノコは高さを下げてやれば傘がちょうどいいところに収まるか。これもマジでやってみないとわかんない、わかんないよ。よいしょ。傘をね、こんなに広げる感じになるとはね。まあまあそうか、まあ広げてやらないとね、キノコといえば傘ですから。よし、ちょっとだけ大きなれてきたな、この丸と丸をつなげていく感じを。あ、住民の食事を見る余裕がなかったけど、みんなご飯食べてたかな今日は。わからん。でもペロちゃんもなんか今料理してる風ですよね。よし、料理を頑張ってくれる人が増えてると見越して、はい、私は作業していこう。で、これでもう一回下から見よう。うん、ちょっと待ってよ、頭でっかちなキノコ感があるよねこれ。この先どうしたらいいの。やっぱりこの2マス、傘に2マス使うとおかしくなるのかな、バランスが。そんな感じするな。傘はさ、この2マスいらんような気がするよな。1マスで広げていく方が綺麗よな。あー、そうなのね、そうなのかな、そうなのか。2段じゃない方がいいのか。いや、ちょっともうこのまま、うん、ちょっと無理くりやってってみましょう。で、もう一段広げて狭める。いや、もうこれでいいか。なんか広げすぎても頭でっかちでおかしくなるか。じゃあこっからさ、うちに、はい、戻していく感じにしてみようかな。もうおかしくなった、笑いましょう。いつものように、はい。じゃあこっからもうなんか考えず2段置いてってみる。置いてってみようか。バランス考えたら下と同じことをやった方がいいよねきっとね。ちょっと戻してってみよう。2段ずつ置いてきますね。いやー、どうなるかな。なんか球体は作ったことあって、球体めっちゃうまくいったからさ、傘なんて余裕やろうとかなんとなく思ってたけど、普通になんかキノコの傘作ってる方が難しいな。リンゴちゃんハウスめっちゃうまくいったんですけどね。あ、まさかなくなった赤ブロックが。めっちゃ用意してたのに。何個用意してたんやったっけ。300個か。300個少ないか。300個少ないな。もっとケチケチせずに作ればいいのに。ね、どうしよう、じゃあ600個作ろう。広い岩だけやからね、材料がね、これは。そしてちょっと見てみる。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかキノコになりそうな気しい、なんかキノコになりそうな気がちょっとだけしたよ今。したか。うん、うんうんうん、するする、キノコになるよきっと。これはなると思う。なると信じて置いていこう。変な形やったら今後に生かそう。よいしょよいしょ、はい、つなげます。よいしょ、ほいほいほい、よいしょ、はい、傘。傘です。ほいで、また同じように一段縮めよう。縮めるところは下のやつ考えると一段なので、なので、はい、2段じゃなくて1段ずつ置いてってみよう。いやー、なんかね、結構背が高くなってきたな。みんなの姿がもうすっごい遠いわ、住民の皆さんが。もう誰がご飯食べれてるかとか全然わからへん。てか人多いな、結構人増えたな。お腹空いてる人が多いな。うまくいってないな食堂。うーむ、料理人口を増やしたけども、さてどうだ。あー、ほう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 。うん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 。うん、まあまあまあ悪くないのか。うん、
キノコっちゃキノコ。もう一段最後あのこのね傘の部分のてっぺんは若干とんがってる感じにするってことはもう一段だけはい上げてってみようか。はい、上げてってみよう。なんとなく上げてってみよう、とんがってみよう。いや結構背が高いね本当にね。キノコでっかいな。まあでもな、超大きい部屋でしたからね。そういえばそうやんな、超大きい部屋で作り出したからあかんねよな。あかんって言っちゃった。もっとさあ、そうや、ちっちゃい方のキノコからやればよかったんじゃない。その方が勉強になってからでっかいのに取り掛かった方がよかったのでは。今さら言っても遅い。予習が足りなかったね。まあまあまあ、なんかなんとなくキノコにはなっていると思うんですよね。ほらほらほら、うんうんうん、そう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 よ、なかなかそうよ、そんな感じよ。もう一個縮めるかね。そうしてみよう、よし、そうしてみよう。なんか整ってきた感が若干だけあるよ。いや一時はどうなることかと思った。キノコとはみたいな。キノコハウスって読んでいいのかみたいな謎の建物になりそうやったけど、なんとなくキノコになってきた気がするんですけどね。はい、またね一段縮めてくよ。落ちた、結構高くなっている。あ、中から見るとこんな感じなんや。まあまあ、なんか天井高くていいよね。天井高いな、見切れないぐらい高い。窓とかつけるのかどうするのかっていう問題もあるな。これちょっと1回じゃ終わらんな。外装時間かかるなやっぱり。まあとりあえず今日はこのさ赤い方のキノコをなんとなくキノコっぽい形に完成させようよ。よいしょ、ほいほいほい、おい、あれ？なんかずれてんな。なんかずれてるぞ。なんかずれてる。ここが違うな。あ、そうね。ここは違うね。こうね。おし、できた。これでどうだ？おや、これはキノコなのでは？キノコなのでは？なかなかキノコな形なのでは？うんうんうん、キノコ。そうよね、頭がちょっとでっかちなキノコよね。可愛らしいキノコよねこれは。うん、キノコと呼んでもいいのではないでしょうか。よしよし、じゃあちょっともう早々と寝ちゃって仕上げやっていきましょう次の日。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ赤キノコの、はい、埋め切りたいと思います。はい、ブロックを埋め切りましょう。こっからもういいよね、もう縮めなくていいよね。やりすぎたらほんまにとんがりすぎておかしくなるもんね。これでいいな、これで締めちゃおっか。そうしよう。よし、じゃあこっからは埋めていくだけにしようか。それでいいと思うんですけど、あ、キメラが下に行ってしまったな。まあいっか。埋めちゃえ。よいよいよい、はい、あ、キメラ帰ってきた。よし、埋めたよ。どうかな、どうかな、これはキノコですよね。ねえ。これはキノコですよね多分。そうそう、これがなんでなんか多分キノコっていう感じになるかと言いますと、斑点がないからですよ。あのね、キノコね、私そうそう、こういうさ、キノコといえばこの毒キノコ的なさ、この斑点よ、斑点があることによってキノコ感出るじゃないですか。やからさ、今からちょっと斑点をねつけていきたいと思うんですよね。みんなお腹減ってるな。え、やっぱりこの収納箱は誰も手をつけないんですけど、あれ、何これ、ベイクドポテト、なんで、え、え、なんでベイクドポテト生えてんの。じゃがいも、じゃがいも、じゃがいもなんてなかったはずよこの島。どっからじゃがいもが。マジで謎すぎる。
え、リズちゃんが持ってきたんかな、空っぽ島から来た時。いやでもリズちゃん住んでたの緑の開拓地やし、じゃがいもなかったと思うねんけどな、謎すぎるわまあいいや、ちょっと反転つけていきたいので、どうやってつけるかな、バランス見ながらつけたいから、ある程度遠いところからビルダーアイか、この辺からビルダーアイかな。ちょっと砂で足場を作ってちょっと高くするやん。ちょっと遠すぎる、遠すぎると置けない、遠すぎるとねブロック崩せないんですけど、この辺やったら全部届くか、届きますね、届きそうです。よっしゃ、じゃあ判定つけてくよ。これはもうセンスでしかないよね。ちょっとここを大胆にも4マス崩してホワイトブロックに変えてやる。よいしょ、やっぱやっぱなんか先が思いやられてきた。適当にでも白に帰ってったらいいよね、多分ね。そうですよね大丈夫ですかねここもさ、ここいらもちょっとさ4マス分白に変えようよ。ドキドキしてきたよほんまにキノコっぽさが出るのかどうか。ここじゃない、不安になってきた、不安でしかなくなってきた。よいしょ、あ、うん出てきてるよね、キノコ感出てるよね。不安になりながらやっていくよここかな、どこかなと言いながらもすごい適当に、はい、白い斑点をつけていきたいと思いますが、あとは点を置いていくか。四角4マス分はもう置けないよね。こんな感じでいいかないいのか、それでいいのか。あ、この辺をちょっと塊で白に変えてみる。上に伸ばすとか、こう正面から見た場合の白い斑点はこんなもんでいい。ちょっとここもいっとくか、ここもいっとく。あ、これ違うな、おかしいな。はい、ここここ、あー、はいはいはい、こんな感じ。なんかさ、ドットすぎても変になるのかな、これ。で、もうちょい上のところ、この辺まで斑点あってもおかしくないのでは。こう、これでいくか。うん、正面はこれでいきます怖いこれでいきましょう。はい、じゃあこの塔も壊して、よし、じゃあこっち側よ次うん、4つの方向から全部、はい、反転付けをしていきましょう。よし、だからここは全部白にしちゃうわけですよ。そう、4マス分か1マス分しかないよね、やり方としては。もっと大きい斑点つける。いやー、でもおかしくなるような気もするよね。ちょっとサンプルもう一回見に行くかなサンプルというかですよ、ちょっとキノコだらけの部屋に入ってみよう。はい、あ、そうそう、こういう感じの斑点よ。いや、こういう感じの斑点やからやり方としては合ってるよね。うん、多分合ってると思うんですけど、不安なるわ。よいしょ、よし、じゃあさっきのようにランダムに点々つけていきますよ。マジでもうなんか何も考えずに感じるがままにつけていこう。うん、ここだよみたいなところにね。はい、考えるな、感じろっていう感じでつけていくんだ。振り返るな元々の形がおかしいんじゃないかとか、そういう振り返りはいらない。つけてけばいい、自分を信じて
つけてけばいいんだよいいんだよ、よいしょうん、こんな感じですかね。はい、多すぎてもおかしいよね。はいじゃあここはい、よいしょ、角もね、つけてやるね。多いかな、ここじゃなくてこっちにするかな。はい、こんな感じちょっとこっち多かったかな。まあいっかまあいいよ。はい、次の方向行きましょう。はい、こっちから、よーい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 とさて、こっちはどのように描く。大胆に真ん中ら辺を攻めるか。うん、大きい反転は真ん中ら辺を攻めてこう。大胆にも、はい、遊びが大事。そう、人生遊びが大事。もう遊ぼう、ひたすら遊ぼう私は毎日遊んでいる。このようにビルダーズ2とかしながら遊んでいる。ここなんかおかしない？あれ？ここ多い？まあいっかなんかおかしい気がするな、ここ。反転反転、あ、なんか綺麗じゃない今回今回綺麗な気がするぞ、こっち側。なかなかいい線いってる気がすんねんけどそうやな、大きすぎるのも良くないかもしれないね。さっきの面は大きすぎたかも。こんなもんでいいんじゃない？うん、そんなもんでいいような気がする。おし、これでいこう、この回は慣れてきた慣れてきた、反転付けにも。はい、最後この面ですよ。よいしょ、もういい。この面はこの足場からやりましょうか。はい、さあ描いてこう。はい、真っ白のキャンパスに真っ白のブロックを置いてく。はい、赤いキャンパスにね。そうですね、真っ白のキャンパスではなかったね。赤いキャンバスに真っ白のブロックで描いていく。いいね、独創的でね、ビルダーズ2の世界ですよ。はい、自由ですよ。もう何をするのも自由ですよ、この世界は。自由だ、自由。間違えたでもなんかいい感じに置けてるような気がするな、こっちも。またむ悩むね、置くとこ。ここかな、はい、でここかな、はい、で傘のこっちかな、この辺も白にしとこうかな。こんな感じかな、いいんじゃないですか、なかなかに。ここも変えてみる、調子乗って。はい、変えてみましょう。よし、できたくさいどうやらできたくさいよ。あ、なんかキノコになってきたんじゃない？なちょっとキノコじゃないこれ。これキノコやん、多分。なんか反転、こんなもんな気もするよね。多いような気もするけど。あー、いいね、いいね。いいよ、なかなかいいよ。多分なかなかいいと思うんですけど。どうですかね、ちょっと寝ますか。あれ、なんか、あったよいしょ、明るいところで見てみよう。おはようございます。どうですか、明るくなったからさ、見やすい世界でさ、これはキノコか否かっていう判断をしてください、皆さんキノコか否かコメントに書いてくださいへこみそうやな、それはキノコではありませんいいえ、キノコではありませんまあ正直に書いてくださいね。あー、これはどうか、まあ、かろうじてキノコな気がするよ、私の目にはそう映っているよいいんじゃないかな、キノコハウスっちゃキノコハウス。まだちょっと改善の余地は多々ありそうな気はするけどね。うんうんうん。で、隣にもね、はい、オレンジのブロックでキノコを作っていきたいんですよ。隣はちょっとこれね、背高いな。多分ね、このままやると背が高いので、ちょっと縮めて、で、可愛らしい傘のやつを隣には作ってやりたいと思うんですよね。はい、じゃあというわけで今日はね、キノコハウス外観を作ってみました。
ね、なかなかに、はい、ブロックだってね2つしか使ってないんですよ。そうそう、それがまずすごいよね。どっさりキノコ食べよう。どっさりキノコすごない？今 55% もさ上がったんやけど、すごいな。そうだってね、ホワイトブロックとさレッドブロックしか使ってないんですよ。せやのにさ、このようにさなんか段をつけることによってなんかいろんな建設できますね。わあ、なんか夢が広がりんぐですよ。わあ、窓とかもつけたいよね。なんか窓もつけんの難しそうやなどの位置に置いたらいいのかって悩みそうではありますが、はい、またじゃあ次回もね再びキノコハウスの続きをやっていきたいと思います。はい、ちょっとキノコハウスを眺めながらキノコハウスかっこ仮はい、今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。 Bye.